窓にスプレーするだけで空調の効率がアップ。窓用省エネスプレー。寒い暑いその時、冬、窓は太陽の光が入り部屋を明るく暖かくしてくれますが、同時に暖かくなった部屋の熱を外に逃がしてしまい、暖房の効率を下げる原因にもなっています。嫌な結露が発生するのも主に冬の時期の窓ガラスです。そこでおすすめしたいのがこの省エネスプレー。寒い暑いその時、当社の特許技術、二層構造の断熱技術をご家庭で簡単にご利用いただけます。窓ガラスからの熱の出入りを制限してお部屋を快適空間に。しかも水性なので安全。ガラス面に化学反応で付着するため、スプレーして吹き伸ばしてから拭きするだけで有効成分をムラなく簡単に塗ることができます。塗った後は布で拭いてもひっかいても落ちません。もちろん掃除も OK。 寒い暑いその時はその名の通り、冬の寒さから断熱効果で快適な暮らしを提供します。冬の場合、室内の熱は窓ガラスから外に逃げていってしまいます。この原因によって暖房の効率を著しく下げてしまいます。窓ガラスに寒い暑いその時をコーティングすることで窓ガラスからの熱の放出を抑えます。この保温効果で空調の効率を上げることができるのです。約 28% 熱の流出を抑えます。これで電気代を大幅に節約することができるのです。寒い暑いその時の冬の効果には結露抑制効果もあります。結露は冬の寒い日に窓ガラスとその表面温度が下がることで、室内の水分がガラス表面に付着することで発生します。成長した結露の水流がサッシの木枠に流れ腐食させたり、カビの原因にもなります。寒い暑いその時の断熱効果でガラスの表面付近の温度が下がらないことで、結露の成長を大幅に遅らせ約3分の1程度に抑えることができます。結果はご覧の通り。スプレーのビフォーアフターは歴然です。スプレーなしのガラス面は水が流れていますが、同じ条件でスプレーした窓は曇りで止まっています。それでは寒い暑いその時の使用方法をご紹介します。用意するものは寒い暑いその時と乾いた布が2枚。スプレーのノズルを回してこの位置に合わせます。三角がオンの印です。ガラス面はきれいに掃除をしておきましょう。そして窓から30センチほど離してシュッと一吹き。1平米あたり5回のスプレーが目安です。用意した布で窓全体に伸ばします。あとはもう1枚の布で拭き上げるだけで OK。 窓ガラス1枚たったの1分、簡単に断熱効果を得ることができます。寒い暑いその時に使われている二層構造による断熱技術の実績をご紹介いたします。世界23カ国で特許を取得している世界初のこの断熱技術は、すでに広く使われている窓ガラス用断熱フィルム、シーグフィルムと同じ技術です。シーグフィルムはすでに様々な建築物で採用され、その信頼と実績は多くのオフィスビル、公共施設、新幹線の窓ガラスに使われていることで証明されています。これからのあなたのエコ生活の必需品。寒い暑いその時。